アロハー YouTube G クラス YouTuber のリュウジちゃんです。お久しぶりです。お久しぶりです。何度かね、はい、ご登場していただいております中拓さん。はい、どうも、はい、今日はなぜいらっしゃるんでしょうか。はい、マイカー、はい、車検に預けに来ました。車検ですね、はい、もう2年経ちますか。はっきり言って覚えておりません。中拓さんでもあれですね、1年点検とかされてますんでね。そうでした。はい、1年に一度ね、はい、必ず登場していただいておりますが、はい、でももう早いですね。また今回何回目の車検ですか。何年前に買いましたかね。もう6年ぐらい経ちますかね。もう3回3回目ぐらいですね。今走行距離は何キロぐらい。10万いってるぐらいですね。10万キロ超えてるという、はい、でね、今回そう撮影ね、何のことを撮ろうかというお話なんですけど、あの G クラスで中拓さんのこの G500 なんですけど、内式が2004年式で、まあ、ちょうど走行距離が10万キロ、まあ、超えているということで、車検費用って一体いくらぐらいかかるのかっていうのをね、結構あの視聴者さんの中でも、まあ、今新型 G クラスとかその前型 W463 の方でも G350D っていう比較的あの年式新しい G クラス買われる方とか多いと思うんですけど、とはいえやっぱこの G500 とか年式でいうともう17年経ちますね。2004年式なんで、まあその17年経って、まあ、走行距離10万キロぐらいの G クラス、まあ、この年式好きな方っていうのも当然いらっしゃいますし、もっと古いね G クラス乗られてる方だったりとか、これから買おうと、購入しようと検討されてる方結構いらっしゃると思うんで、とはいえやっぱ買った後のそういう車検費用とか、その維持費がですね、多分イメージされてるのって結構な金額持たれてる方多いと思うんですよ。やっぱ年数も15年経ってるし、距離も10万キロ超えてるし、一体100万円ぐらいかかっちゃうのかなとか、多分そう思われてる方いらっしゃると思うんで、まあ今回はですね、なので、まあ、17年落ちのにはなりますけど、この G500 ですね、走行距離10万キロ超えてるという車検の、まあ、実際いくらぐらいかかるのかっていうところと、まあもう当然あの今回あの整備した内容だとかそういったのをちょっとご紹介して行かせてもらおうと思いますので、いいですか。はい、はい、という感じで、まあ本当今日入庫していただいた感じなので、まだ僕も実際車の状態とか、コンディションも見るのは1年ぶりというとこなので、まあ何かは変えないとはいけないとは思うんですけど、まあね、実際どれぐらいかかったのかとか、はい、ちょっとそういった情報をお伝えしていけたらなと思いますので、はい、という感じの動画です。はい、はい、どうですか、なんか気になるとこ、調子が気になるとことか、そういったテールランプ消えとるかなっていうところですね。ちょいちょいランプで出てましたか。出てました。中拓さんの頃は社外の LED の07年以降ルックの社外の LED なんで、はい、接触とかそういう系かもしれないですし、これあの LED じゃなくて普通のこの07年以降のテールに変えるのはありかもしれないです、うん、あのちょうどあそこにありますけど、はい、純正っぽい感じにするっていうのもありかな。まあ、もし変えるってなったらですけどね、そういう風にちょっとやるのはありかなと思いますね。1年間はノーメンテナンスですか。ノーメンテナンスですね。前あれカスタムしたぐらいですかね、はい、触ったっていうと。カスタムどうですか。絶好調でございます。マフラーを、はい、それで大阪まで行ってきました。ああね、
前中拓さんのねこの G500、カスタムの動画も撮らせてもらってるんで、マフラー変えたりとか、中拓さんもオートフェチなんで、マフラー音に関してはね結構好み合いますもんね。いいですね。いやさっき今ね登場されるとき車乗ってくるときにおってすぐやっぱ分かるんで、来たなって分かりました、来たなって分かるんで、やっぱいい音ですよ。ありがとうございます。はい、了解です。じゃあちょっとこんな感じで、はい、車検の方お願いします。進めていきますんで、またという感じではい、はいということでですね、車検の方無事に終わりまして、今日ですね、お車引き取りにお越しいただきました。はい、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。はい、今回車検の方がですね、2,3 週間ぐらい、うんうん、そうですね、ですね、ちょっとね年末っていうのもありまして、少し整備の方がねあの立て込んじゃってたんで、少し、通常よりお時間いただいちゃったんですけれども、内容の方ですね、先ほどねご説明の方させていただいたんですけれども、今回ですねちょっと、車検の方で、若干ちょっと高めの整備内容が2箇所ちょっとございまして、はい、はい、覚えてらっしゃいますどれか。はい、バッテリーと、はい、あの足回りですか、足回り、ああそうですね、のパーツの劣化の交換、そうそうそう、はい、どうですか。そうです、そうです、はい、バッテリーが一応、前回交換納車の時ですね、はいはい、交換させてもらって、そこからもう5年ぐらいかな、うん、経過してたので、なので、まあ、バッテリーの方がそろそろ交換時期ということで、バッテリーの方を交換させてもらったんですけれども、だいたいそれで、そこが、まあ、5万円ぐらいの、ちょっと費用ですね。なのでちょっと高めの、修理内容というか感じですね。中拓さんの年式だとバッテリーはメインだけっていう感じでしたっけ？サブもありましたっけ？ちょっと詳しくなってますね。 ありがとうございます、はい、そうなんです。中拓さんの G クラスっていうのが2004年式の G500になるので、まだその年代はですねバッテリーが一つのタイプになりますので、なので、まあ、メインのその大きいバッテリーだけしかないので、まあ、そこの交換をさせていただきました。で、まあ、サブバッテリーも入ってきちゃうとだいたいやっぱ、7,8 万円ぐらい、両方変えて 7,8 万ぐらいいくんで、まあ、なのでね、まあ、それは1個だけでいい感じなんですけれども、まあ、それでもだいたい5万円ぐらいちょっとそこでかかるっていうのと、あとその下回りのパーツですねっていうのがあの G クラスで結構まああるんですけれども、タイロッドエンドのブーツが今回ちょっと破れがあって、で、まあ、そこブーツが破れちゃってると車検が通らない箇所になりますので、まあ、なのでそのブーツの交換がちょっと必要だったということでね、タイレッドエンド、タイロッドエンドですね、タイロッドエンドのブーツ、はい、ブーツで、これも、だいたい輸入車外車だと、国産車だとそのブーツだけでだいたい出るんですよ部品が。なのでまあそのブーツ交換してでいいんですけど、まあ輸入車ですね、まあ、ゲレンデもそうなんですけれども、よくあるのがそのブーツだけで部品が出なくて、今回ですね、まあ、普通に見積もり取ってみると、そのタイロッドエンドのアッセンブリー、ん？タイロッドエンドのアッセンブリー、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 あの要はまるっとしか部品が出ないっていう、はいはいはい、そういう意味なんですけど、あ、そういうことですね。はい、アッセンブリーってパーツじゃないですね。アッセンブリーっていう、あ、そう、アッセンブリーっていうと。まるっと要はそのタイロッドエンドごとってことの部品の出方しかなくて、そうするとそれで見積もると部品代だけで10万円ぐらいしちゃうんですよ。でまあそれにこう買える工賃とか入れれば多分13、4万とか本来だといっちゃうんですけど、今回ですね、まあ、そのブーツを1回外して、でまあサイズが合う
同サイズのブーツを、まあ、あの見つけて、どっから部品やから、あ、部品、はい、どっからって部品やからですそうで見つけて、そのブーツだけを今回交換させてもらったので、一応そこが、左右でだいたい4万円ぐらいの今回やれたんですけど、まあ、タイロンウッズは買えなくてよかったです。タイロンウッズですか？何でしたっけ？タイロットエンド。タイロットエンド。タイロットエンドは交換しなくても全然いいぐらいの状態。そうですそうです。タイロットエンドは別に買える必要はないんです。そうです。まあ、あくまでそのブーツを買いたいためにっていうところですね。なのでまあ通常のまあその正規と比べると、まあそのブーツだけで今回交換できたんで、まあ、10万円ぐらいは。抑えるっていうことです。中田君の家族いい年越すそうですね。10万円あれば10万円浮いたんでね。で10万円分家族サービスをですね、はい、はい、してあげてください。ありがとうございます。高級なミルクになります。そうとはいえ、まあ4万円ぐらいの整備内容だったんで、そのちょっと2箇所があった関係で、一応今回まあ車検の、まあ、その他にもエンジンオイルの交換とか、まあ、ワイパー前後変えたりブレーキオイルとか、エアコンフィルター、そういった車検置きに変えるようなものも一通り変えさせてもらって、で、まあ、全部で今回大体30万円ぐらいの車検費用ということでね、これで安心してまた乗ってもらえるかなっていうところになるんですけれども、その2つなかったら20万円ぐらいな。そうですね。なのでもうその2つがなければ単純に20万円ぐらいで今回車検、前回の車検がだいたいそれぐらいでしたもんね。多分20ちょっとぐらいの、おそらく2年前の車検ですね。そうですね。はい。そう。なのでね、まあその大きいのが入っちゃうとまあプラスにもちろんなるんですけど、まあこれも今回一応これ、まあ、当社でやった場合の料金になるので、例えばこれまあディーラーさんとかに持ってかれたりして、まあ同じ内容を やったとすると、まあ単純にそのさっき言った10万円ぐらい、タイロットエンド買えるのに、まあ、10万円ぐらい単純に、多くかかるっていうのと、まあその他もね、同じ内容やってもおそらく高くなっちゃうと思うんで、まあ全然50万円以上の今回車検費用っていう感じはありますけれども、そう、まあなので、まあ、なるべくですね、まあ、当社の場合ですとそうやって抑えれるとこは抑えて、とはいえ、まあ、そのオイル交換とかそういう必要な整備っていうのはちゃんとやってっていう感じで、そんな感じで、ご案内、ご提案の方ですねさせていただいてるという形でございます。はい、2年後大丈夫そうだったらここはまあやらなくてもいいみたいな、そういう感じですよね。そうですそうです。多分ディーラーさんの場合だと、まあ、50% ぐらい全然大丈夫でも100に戻すみたいな、あ、イメージで言うと大体そう、そうです。早めのやっぱ、交換ですね、そういったのを、まあ、おすすめしてるっていうイメージなので、そうですね、はい、という感じでですね、車検の方も終わりましたので、はい、どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？いや、これで安心して年末ちょっと家族で富士サファリパークの方へ、はい、行かれるんですか？あれでライオンと対決しようかな。対決はしないでください。傷ついてるだけでよろしくお願いします。やられちゃうかもしれないんで、やられちゃうかもしれないですけどちょっと家族旅行行こうかな。いいですね。はい、ヤマト G クラスで合いますしね。あ、はい、ね、いいじゃないですか。10万円分ぐらい浮いてるので、全然そうですね、はい、修理費用に取ってもらって、削いても10万円分、ね、この動画ちゃんと奥様に見せていただいて、いや、今中田さんおっしゃられましたんで、いや奥さんから言われたんですよ、あれでサファリパーク連れて行って、はい、なので10万円分ね。ああ、そうです、現金の方ですね。そうです、はい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 、ちゃんと奥様にね、思い出じゃなくて現金の方、払ったと思ってね、こっちそうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じでですね、まあ結構
あの G クラスって、まあ、もちろん新しい G クラスもやっぱ今人気ですけれども、まあ、あのなんかたくさんの乗られてるぐらいの年式だったりとか、もっと古いあの旧インテリアの G クラスとか、やっぱいろんなそれぞれ良さがあって、あの多分探されてる方とか、まあ、今乗られてる方もそうですし、今後ちょっと買いたいなっていうふうに思われてる方多いと思うので、まあ買った後のことも当然ね、考えられると思うので、まあ、車検費用って大体いくらぐらいするんだろうっていう、そんなご不安に、ご不安、まあ、不安になる方もいらっしゃると思う。そうですね、いらっしゃると思うんで、賢くあの車検も行えば、ベラボーに高いわけじゃん。ベラボー久々に聞きましたね。ベラボーに高い。ベラボー久々に聞きましたね。久しぶりに。いや、いいですね。いや、本当そうです、そうです。はい。まあ、なので、今日の、今回のこの動画、ぜひですね、ちょっと参考にしてみていただいて、まあ、あくまでこれも一例という形なので、まあ、その時の車両状態だったりとか、そういったものでも、変わってきますので、はい。でも、まあ、参考にしていただければ、嬉しいなと思いますね。はい、という感じでございます。はい、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございます。それではマカロー。